記録的な大雨の被害が広範囲に及び影響続いていますが、秋田市などでは今日局地的に雨の降り方が強まり、再び道路が冠水するなど被害が出ました。秋田市の国道7号では道路脇の土砂が大量に崩れ落ち、建物と車が巻き込まれました。浸水被害のあった地域では復旧に向けた作業が進められていますが、雨や断水で思うように進んでいません。朝から雨が降った秋田市。大雨の被害を受けたこちら秋田市大隅地区ではこの時間大粒の雨が降っています。後片付けによって出た家財道具なども大粒の雨で打ち付けられています。川の水がさらに増えますので注意してください。秋田市が設置した警報装置が鳴り続ける中、多くの住宅が床上まで浸水した秋田市大隅地区では、道路脇に濡れた家具などが積み上げられていました。大隅に住んで50年。これまでも浸水被害はあったものの、初めて床上まで水が上がったといいます。この雨降るとやっぱりまたね、積んでるのも容易でなくなるでしょ。うん、晴れてれば晴れてれば暑くて大変だろうけど、まあ、その分乾燥してまでね、いいかなと思う。高齢のためゴミ捨て場まで行くのが難しいという人も多くいる中、こちらでは電気店が手伝いに駆けつけていました。お客様のところに、はい、と壊れた電化製品とかあったので見に来た感じです。はい、これまでに確認された住宅の浸水被害は県全体で1156棟に上っています。ただ秋田市の被害数は分かっていません。秋田市によりますと、浸水したとみられるエリア内には市内全世帯の2割を超えるおよそ3万2000世帯6万4000人が住んでいます。秋田市では今も70世帯97人が避難生活を続けています。グラウンドの脇は多くの車が列を作っています。昨日に続き休校となった大隅小学校は、今日から秋田市の災害ごみ仮置き場の一つとなりました。秋田市が設置した災害ごみの仮置き場は一部が満杯になり、新たに2カ所追加されたものです。仮置き場の情報は秋田市のホームページなどに掲載されます。内川川と馬場目川が氾濫した五城目町、今日からボランティアの受付が始まりました。町部がほぼ役場周辺が全部、あと大川、あと仏内とか規模で全広範囲になってます。あと馬場目含めてですけども、広い範囲で浸水したこともあって、ボランティアに来てほしいという依頼はすでに100件以上に上っています。被災された方が何、ね、を求めているかというのが一番だと思いますので、ちょっといろいろお話聞いたりだとかしながら少しでも力になりたいです。五城目町の仏内地区に住む大石学さん。まずはそこが川ですね。近くを流れる仏内川は去年の大雨で氾濫。今回は氾濫には至りませんでしたが、今日も茶色く濁った水が流れていました。これ去年。これ去年。うん、はい、それこれがその前、最初一番最初これですね。これまでに何度も浸水被害に遭ってきたという大石さん。去年はね、8月13日ですけど、朝に湿気たんですもん。で、晴れたんですもんね。今回は晴れ、全然晴れないですね。だから全然湿気で、もう漏電してしまって、電気がつかない状態ですもんね。で、今回水来ないですね。だから、洗うには洗えないんですもんな。大石さんは濡れた畳などを一人で運ぶのは難しいため、ボランティアを依頼しました。よいしょ、押します。
きょう、五城目町ではおよそ50人がボランティアに入りました。助かりますよ、私一人で無理ですから、本当に助かります。自分も、まあ、被災はしてるん で、まあ、その時にもいろいろな方に手伝っていただいたりとかしてるので、まあ、そういう意味でも今回来ようかなと。予想してたよりもやはりかなりの状況なので、まあ、本当に力になれる部分が本当に少しなんですけど、まあ、なんとかいろいろやって帰れたらなと。こちらは氾濫した内川川の今日の様子です。橋にはまだ流木などが引っかかったままになっています。今はだいぶ水位が下がりましたが、川の水はブロック塀もなぎ倒すほどの力で一気に押し寄せました。ここでも断水が大きな足かせに。とりあえず中のも全部出して、で溜まってた泥は全部かき出したんですけどね。あとこの先は水がないとできないんで。畑沢雅秀さんは今埼玉に住んでいますが、五城目町で一人暮らしをする81歳の母親の手伝いに来ました。私ももう今週いっぱいしか入れないんで、あとはその前にできればいいんですけど、多分水がねダメでしょうから、その後となるとお袋一人なもんでどうにもならないんでね、そこら辺はお願いしようかなと思ってお願いしたんですよ。小屋の泥かきなどをボランティアに依頼していますが、明日以降になりそうだということです。まだまだボランティアの人手は足りていません。五城目町への支援は岩手の大槌町からも。東日本大震災の発生時、大槌町の宿泊施設に五城目町の団体客が泊まっていたことをきっかけに、町同士の交流が続いています。今回の大雨被害を受け、大槌町から飲料水や食料が今日五城目町に届きました。断水は五城目町を含め県内4つの市と町合わせておよそ6700戸で続いています。八峰町では水道設備が被害を受け、町の一部で断水が続いていて、今日も給水所には多くの人が列を作っていました。水が出なくて、で家族は6人だから結構水使うんですよね。トイレ水栓使わないです。全然ダメで、今日今こんだけもらっていっても明日1日、明後日にはまたもらいに来なきゃ。半日足らずで7月1ヶ月分の量の雨が降った八峰町を今日佐竹知事が視察に訪れました。ああ、どこが来るの。はい、田んぼや畑の復旧で土木技術職員が不足していると説明を受けました。肥料の物価の高騰によるこれから続けていく存続可能な農家のために金柄の支援をよろしくお願いいたします。まず来週の農水してもいいから、まず一旦復旧するまでな、ね。佐竹知事はその後能代市、こちらのメガ団地は4ヘクタールが浸水しました。大豆の葉には泥がついたまま、特産のネギも強風や雨で曲がってしまいました。もう曲がっているものはまっすぐならないので、曲がっているまま出荷しなきゃいけない状況ですね。あとはこっちはもう根が弱って腐っている状態ですね。いやもうショックで。このまま育てることにしていますが、出荷できる見通しは立っていません。農業被害は田んぼや畑の冠水や土砂の流入、ため池の決壊など、これまでに分かっているだけで3000ヘクタールに上っています。北秋田市で夢おばこを育てる杉淵渡さんの田んぼでも、近くを流れる兄川の護岸が崩れるなどして土砂や水が流れ込みました。ようやく戻ってきたなっていうのが去年あたりからなので、まだこれでちょっと来シーズンからまだちょっと資料減るのかなっていう
感じはあります。あたりの田んぼは毎年のように水に浸かる被害があるといいます。ただ今回はより甚大で、秋の収穫は半分ほどしか見込めないということです。やっぱ川の流れがこの辺に増水になると集中してくるようになってしまったので、ちょっと今後はもう何年やれるのかなっていうところは毎年こんな感じなので、ちょっと困れるところは困るですね。臨海十字路につながる国道7号です。茶色く濁った水が道路にもあふれ返っています。今日も雨が断続的に降っている県内。秋田市では午前中雨足が強まり、道路の冠水が相次ぎました。さらにこの道路の先で土砂崩れがあったようです。午前10時半ごろ、秋田市寺内上屋敷の国道7号沿いで土砂崩れが起きました。中央分離帯を越えて対向車線にまで土砂が流れ込んでいます。その瞬間を通行していた車のドライブレコーダーが記録していました。進行方向右側から小屋が押し流されてきて、大きな水しぶきを上げているのがわかります。この土砂崩れで小屋一棟と止めてあった普通乗用車1台が巻き込まれましたが、人はいなかったため怪我人は出ませんでした。国道7号は臨海十字路から北およそ5キロが午前11時過ぎから今も通行止めが続いています。